レイトン教授と超文明 A の遺産、これまでのあらすじ。5つのエッグを集めたレイトンたちは、いよいよアスラントのさらなる謎を解き明かすこととなる。さあ、いよいよって感じですね。アスラントの記憶を取り戻そうとするアーリアの祈りによって、5つのエッグが目覚めようとしていた。さあ、ではでは、アーリアにお願いしていきましょうか。目覚めさせてくれ。戦線席の力を解放するんですね。準備はいいですか？お願いします。先生、いよいよですね。何が起こるんでしょうか？では始めます。急に爆発とかしないだろうな。あ、光った。すごい、エッグが光り始めました。おや、一つだけ反応していないようだ。ほう、それはなぜ？これは聖戦石ではありません。どういうこと？ポポンチョってこと？え、どういうことですか？我々確かに集めましたよね、聖戦石を。でもこの石を手にしたとき、私の記憶は確かに蘇った。偽物ならどうして？え、マジで偽物なの？確かに元から偽物だったとは考えにくい。途中ですり替えられたのかもしれないね。すり替えられた？おいおい、これデスコールの仕業なんじゃねえだろうな。きっとタージェントの仕業ですよ。僕たちにエッグを揃えさせたくないんです。だがどうしてそのようなこと？エッグが5つ揃って鍵となるなら、1つだけすり替えても意味がない。ああ、まあね。まあその、なんでしょうね。それを人質として、他のエッグを、こう、持ってこさせるみたいな。まあそういう狙いもあるかもしれないですけどね、もしタージェントなら。私たちを妨害するというよりも、他に意図があるのかもしれません。目覚めさせたくないとか？ここで考えていても、拉致が開かないですね。早く本物を取り返しに行きましょう。レミの言う通りだ。だが本物のエッグはどこにあるのか。いやでも、いつすり替えられたタージェントだとしたら、そんなタイミングありましたっけ？あの無能の二人組じゃないでしょ、どう考えても。仮に犯人がタージェントだとしたら、彼らも戦艦で移動してるので場所が特定できないですね。聖戦石のある場所、もう一度神々の壁の前に立てばわかるかもしれません。あのコハンベールの、そうか、あれにはエッグの場所が示されていた。本物が今どこにあるのかわかるかもしれないね。急いで神々の壁に向かいましょう。第5章、ゴッド街の悪魔。ゴッド街ってどこ？また新しいとこ行くのかな。レミさん、私変じゃないですか？なんか改めて見ると違和感すごいですね。そんなことないわよ。もともと着ていた服だけあってよく似合ってる。いつもの服の方がいいな。アーリアもなんか随分と俗っぽくなりましたね。いい意味で。もうわがまま言って、ほら、行ってらっしゃい。そんなに心配しないで、これが使命だって分かっていますから。なんか最初にさ、アーリアと会った時から比べてもう随分とこう仲睦まじくなりましたよね、我々。行ってきます。場所が分かりました。本物の聖戦石はあそこにあるようです。どこだ？あれはまさかとは思ったが、やはりそうか。知っているのですか、博士？エッグがあるのはタージェントの本拠地、通称ゴッド街と呼ばれる危険な場所さ。あ、やっぱじゃあタージェントがすり替えたんだ。ということはエッグをすり替えた犯人はタージェントで間違いないでしょうね。先生、敵の本拠地に乗り込むなんて大丈夫なんですか？まあ大丈夫じゃないけど、
危険な潜入となるだろう。どんな違和感もすぐにサーチできるよう周りに気を配るようにしていけばいいさ。違和感ですか。そういえばコハンベールの様子も前とはちょっと変わっていたみたいです。あ、そうなんですか。今まで歩いた街なんかも何か変化があったかもしれませんね。なるほど。見落とした謎もないようにしたいです。もう一回全部回ってみませんかみたいな。万全の体制でゴッドガイへ向かうとしよう。我々ならどんな謎も解明できるさ。まあでもあらかた回ったような気もするんですけどね。みんなのエピソード、世界一周新婚旅行がリストに追加された。あ、結構取り逃してたな。あれだよね、多分あの世界一周新婚旅行はジェルミーさんとロンドン一の堅物男シェルミー警部の幸せは空の旅へと舞うのだった。見ましょうか。それにしても世界一周なんてあなたも思い切ったわね。そんなに長く休んで仕事の方は大丈夫なの？だいぶ満喫してるよね今回この二人旅行。実は俺の恩人の警視総監がこの旅行を提案してくれたんだ。へえ。警視総監？まあそうだったの。警視総監なんてあなたすごい恩人がいるのね。俺が巡査だった頃に世話になった大恩人だ。部下である俺を命がけでかばい、一命を取り留めた後はその人柄を買われてあっという間に警視総監になってしまったよ。え、今まで会ったことあるかな警視総監。それじゃあこうして私があなたといられるのもその人のおかげなのね。ああそうだと思う。ゴードン警視総監がいなければ俺もここまで来られなかっただろう。ゴードン、ゴードンバートンならなんとなくわかるけど、それにグロスキーにも感謝しないとな。こんなにいい妻を持てて俺は幸せだ。あら嫌だわ、あなただったら。幸せなのは私よ。あなただったら照れてるの。せっかくの新婚旅行なんだからゆっくり楽しみましょうね、あなた。そうだな、ほら発着場行きのバスが来たぞ。その話はいいから行くぞと、堅物男が。いやでもなんかこう見るとチェルミーさんは本当になんていうかいい旦那さんというかさ。ではじゃあどうしようかな、まあ、とりあえずコハンベール見て回ってみようかな。変わったっていうなら、あ、ムールさんだっけ。おう、ここのところどうも貨車の連結がうまくいかないんだ。時間ばかり食ってしょうがねえ。つまりあの謎ですね。なるほど、それは厄介ですね。ほらこの程度の謎だって解けやしない。どうしたらいいんだろうな。どの程度の謎ですか。50ピカラット、なかなかある程度の謎じゃないですかこれは。はいはい、前やったやつだよね。ん？これは、あ、なるほど。え、これって一個だけ切り離したりとかできんのかな？あ、できるね。これでいいですよね。
よし、まあまあそんな難しくなかった、ね、私の謎解きをお見せしよう。まあこんなものだろう。まあ50ピカラッツほどでは、機関車の運転って楽しそうだね。そうだね。おお、なるほど、そうきたか。いや、これは学者先生には恐れいるね。学問などさして役立ちませんよ。いざという時にはことごとくひらめきがものを言いますから。面白いこと言うじゃないか。あんた学者先生なんぞやめてここで働いてくれりゃいいんだから。それはそれでもったいない感じしますよね。いろんなところで役立てる人だから。ウオッポポイ、魚はいいよ、魚見てってよ。そういえばウオッポイさんのお店ってじっくり見たことがありませんでしたね。どんなお魚があるんでしょう。今までじっくり見たことなかったの。何回か来たんですけどね、ここにはね。ヒラメにイシダイ、ウナギにハゼ、年がら年中いろんな魚が取れるんだよ。ユートン湖は海に通じた湖だ。海水と淡水が入り混じるからこそ豊富な種類の魚が集まってくるんだね。そうなんですか。僕たちには静かな湖に見えるけれど、魚たちは意外と賑やかなんですね。外からだと意外とわからないものだよね。ご飯ベールって外の人にはあんまり賑やかに見えないもんね。確かに寂れてるようにしか見えないですね。お茶もね、本当は海の出だから逆にこういう落ち着いた街に慣れるのって時間がかかった口なのよ。そんなウオポイさんも今ではすっかり街の看板店主ですね。ウオポポイ、おっちゃんもそう言ってくれると、そう言ってもらえるとご飯ベールに住んでる甲斐があるよね。ほう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 、私レディのたしなみとしてホームパーティーを開いてますの。それは素敵な趣味をお持ちですね。客人に心を込めたもてなしをする、実に優雅なひとときです。私もそんな優雅なパーティーを催したいのだけど、なぜかこんなことばかり起きてしまいますの。失敗続きと、まあ、失敗は成功につながってきますからね。男の子3人に飲み物を配ろうと思うが、みんな違う飲み物が一つ好きで残りは嫌いなようだ。めんどくせえ連中だな。女友達に意見を聞くと、 B は紅茶好きで C はジュース嫌い、 A は牛乳か紅茶好きで B はジュース嫌い、 B か C は牛乳好きで A はジュース嫌いと、どう考えても誰か一人は間違ったことを言っている。3人が好きな飲み物はどれかと。まあパッと見て確かにそうですね、 C がジュース嫌い、 B がジュース嫌い、 A もジュース嫌いってなるとジュースが誰も飲んでないことになっちゃうので、そうですね、まあ順番にやっていくか。まあ仮に一番最初のやつが嘘なら、B は紅茶が好きじゃなくて C がジュース好きと。で、あとは正しいから、A は牛乳か紅茶好きで、まあ紅茶で。で、B はジュースが嫌いと。B か C は牛乳が好きで、あ。はい。で、A がジュース嫌い。まあ、当てはまるっちゃ当てはまりますね。これでどうですか？さて、これでどうかな。あ、言ったね。すべての謎に答えがある。 B に飲み物を渡したかったんだね。ああ、なるほどね。いや、 B ジュース嫌いだから渡してもダメだよつって自分がジュース渡そうとしたってことね。友達の中にいる恋のライバルから嘘を好かれていたようだ。そういうのあるんでしょうね。楽しいひとときを作るのに妬ましい気持ちなんて必要ないんですの。レディとして当然のマナーですわ。あなたしっかりしてますね。いい心がけね。私も立派な、英国淑女を目指しましょう。
そうですね、目指しましょう。一応こっち側を見とくか。あれ、前と位置が違うような。やはりカリッカリッ。お友達が迷子になっちゃったんだね。安心して僕が助けてあげるから。カリカリカリリ。迷子ね、ウサギのお家に。ああ、はいはい、前やったこと、いや、ないような気もするね、これで。長雨が続いたせいで白ウサギと黒ウサギ、やったことあるかな。帰れるようにと。あー、パネルを。まあ、白ウサギの方は、これでいいと思うんですけどね。あれ？いけてるんじゃね？これ。上の道通って。あ、いけてるね。おー。あれ？できてる。俺のなんか考えた絵とは違うんですけど。いけました。急にできました。これで合ってるかな。もっと謎が解きたいです。ようやく白ウサギも黒ウサギも自分の家に帰れるね。彼らは人間だけどね。カリ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 。無事に帰れてよかったね。カリカリカリ。え、リスさんも迷子だったの？カリカリカリ。それでここに住むことにしたんだ。リスさんってすごいな。すごいね。迷子になったけど、まあ一家ここに住むかってその発想。ねえ、考古学の先生って世界中を旅してるんでしょ？私もビーチで海水浴とかしたいな。丸内野に行きたいってこと？どうやら、プリマさんの心の中には素敵な南の島が広がっているようですね。そう、南の島はこの間旅行してきた人の話だと素敵なショーが見られるって聞いたの。これ丸内野の多分話だな。アシカショーさん、アシカショーの、あー、これ前やったね。ボールを2回だけ？ 2 回だけ？ほう。え、2回だけ？無理じゃね？あー、これはちょっと待ってくださいね。ボールを2回だけ動かして、これこいつら動かせるってオチじゃねえの？違うか。ボール飛ばせない？わかんねえ。
どういうことだろう。お、ちょっと待って。あー、はいはいはい、なるほどね。なるほどねじゃねえよ。なるほどねじゃねえよって感じですけど。楽しい時間だったよ。演技のためなら最終手段も仕方がない。おいおいおい。最終手段かあれ。さすが本場のショーって感じよね。お土産の写真なんかじゃなくて、本物思いっきり近くで見たいな。いつか行けるといいですね。プリモさんの笑顔が目に浮かびますよ。そうですね、そこに永住しそう、あなた。スノーラの寒さには慣れた。あれ、そっちの少年は震えてるじゃない。まあね、寒いのって慣れないよね。ルークって寒がりね。調査の基本は足って言うじゃない。歩いてれば暖かくなるわよ。言えてる。それ実はスノーラって謎解きと運動にはもってこいの場所なのよ。そうかな。雪国に住んでるけどさ、そういう発想全然したことないんですけど。あー、前やったやつだね、これもね。ってことはこっちからじゃないんだな。まあまあそんなに。これで合ってるかな。ピカラットの割にはそんなに難しくなかったね。もっと謎が解きたいです。あ、でも40ピカラットか。こんな危険な近道をするなんて、郵便局員さんも大変だな。滑ってばっかだな、この郵便局員さんは。やるじゃない、少年。体温まってきたでしょ。寒い日こそスケートに限るよね。解いただけでますます寒くなる謎でした。